トヨタ、日産、ホンダの3社以外から会長が出るのは初めてです。ドライバー不足、物流効率化や運行管理等と強調すべき課題が多い商業領域が当面のペースメーカーになるべきとの議論に至り、今回の自公会新体制となりました。日本自動車工業会は今日、現在会長を務めるトヨタ自動車の豊田章男会長の後任に、いすゞ自動車の片山正典会長を充てる人事を発表しました。来年1月に正式に就任します。自動車業界で物流のドライバー不足が大きな課題になる中で、商用車メーカーとしてのノウハウを課題解決に結びつける狙いがあるとしています。